はい、次は、GS に乗ります。これ超出っ張ってるけど。そう、これが水平対向エンジン。あの本来乗りたかった R1200RS もこういう感じで、エンジンは同じエンジンなんだ、僕が乗りたかったやつと。でっけー、ね、でもなんか足はつきそうだな。前に友達の乗せてもらった時は全然、あ、全然つくわ足。足沈むね。全然つく、うん、よかった。前のお友達が乗ってたやつは全然おっけつずらさないと。あ、最終回だって。初ボクサーエンジンかつ初なんだ、シャフトドライブですよ。あのクラッチがね、びっくりするほど軽い。オートシフター付きらしいです。楽しみですね。さっきもね、エンストこいちゃったからね、気をつけないと。気をつけないと。あ、グリップヒーターがめっちゃ危なかったよ今のは。めっちゃ危なかったよ。これもなかなか軽いな。なんかやっぱちょっとこうクラッチを開けめていかないと。ふう、ねえ、あれ一こけさ何十万ですよ、おそらく。自分で起こせないでしょ、うん、グリップヒーターがめっちゃ熱い。お、行きますか。オートシフターがついてるらしいので、今1速ちょっと試してみようかね。2速ぐらいまでは普通にクラッチ使っていこうかな。で、こっからオートシフターを試してみようか。おー、でもちょっとカクンってくるね。おお、今ねダウンをしてみたんだけど、勝手にあのグリッピングしてくれますね。あのエンジンの回転数を上げてくれる。あー、なんかうわ、オートシフターはねちょっとなんだろう、ショックがでかいかな。カクンってくるね。なんだろう、アクセルの突きがそんなに良くないっていうか、アクセルをガッて開けてもなんだろう、後からグーってくる感じ。遊びが大きい。なんだろうねこれね、なんかワイヤーじゃなくて、あのフライバイワイヤーだからっていう感じかな。これアクセルがね、ワイヤー式じゃなくて多分電子制御でアクセルの回路を電気的にやってんだと思うんだよね。低速の時はあれだな、あのクラッチを使った方がスムーズかな、変速が。ただダウンがねこうすごい超滑らか。ドンってくるよね。アップはあんまり良くないっていうか、もっと加速しながらじゃなきゃダメなのかな。ああ、路面がウェットになってきたね。うん、ダウンはねすごい自然に勝手にグリッピングしてくれてとてもいい。ああ、白いね。あと振動はなんだろう、思ったほどないというか、さっきの F800 の方がもっとこうなんかゴリゴリゴリっていう振動があったよね。そうね、なんかお尻には全く響かないんだけど、うん、後ろのグリップには来るね。あ、そう、ビリビリ来る。乗ってる分にはねほぼ感じない。さっきの小刻みな振動ではなくて、うん、ちょっとどこどこって
でね、こんなゆっくり走ってる分には別にシャフトドライブだからってこう何の意識もないっていうか、うん、全然、まあ、全く普通のバイクと変わらないっていうか感じかな。だいぶドライバーと距離が近い。近い。ああ、あと前はどう？前はね、よ見えるよく、まあ、見えなくはないかな。そうか。ああ、でも V 子ほどではない。 V 子ほど、V クラとかあってね、僕が前にいるから、お、いいね、譲ってくれる？ちょっと直線が足りなかった。 Thank you。 うおうおちょっとね、オートシフターあれだね、上げるときはガンってくるね。これちょっとなんか、なんだろう、アクセル戻さなくていいって言ってたんだけど、これはダウンはね、これ非常に非常に滑らかにいくんだけど、アップがね、結構後ろからこうハンマーで叩かれたようなガクっていう変速ショックがすごいね。なんかでもコツがあるのかな、うまくいくときといかないときとある。バツンってやらないとダメだね。じゃないとなんかバフってくる、うん、結構シフトをギャッてしっかりやんないと。まあ普通にクラッチ使った方がいいな。クラッチはねすごい軽いからびっくりするぐらい、 V コなんかにも全然軽いのと、あとハンドリングがすごいいいっていうか、曲がる、さっきの F800 もそうだけど、すごいよく曲がるっていうか、曲がりやすい。キビキビ。そう、こうね、スッと視線を向いた方向に、うん、こうバイクがね、スッと行く感じかな。コーナリングが全然ふらついてない。お、行くぞ。ちょっとシフトね、ギュッてやんないと。クラッチ使った方がシフトはちゃんと入るかな。オートシフター失敗するよ俺。うわー速いね、トルクがすごいね、さすが1200。これはでも楽だわ、このバイクは。ただひたすらに楽だね。これかなりタンデム感がありますね、うん、タンデム感がある。タンデム感がある。結構 V コは距離があって、ああ、なるほどね。結構パートナーと近い、うん、近くなります。ガツンってなるから捕まってる。エンジン音はなかなかいいね。ブーンって感じで、うん、下品な音ではない。そうだね、ブルルルって感じで低音な感じ、うん、メカニカルノイズがちょっと多いかな。ガラ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 って音が結構する。アイドリングはそんなに低いわけじゃないんだけど、結構こうどこどこ来るよね。これが水平対向エンジンなのか、ドドドドドドドっていう。ないので、うん、結構前でも後ろでも掴むところがある感じです。そうか、ラッチないって楽なんだろうね、やっぱ足がすごくいい、うん、からタンデムしてても、うん、なんか不安定さっていうのがもう一切ないね。エンジンパワーはめちゃくちゃあるから、うん、なんかこうね、ちょっと上り坂のこの加速とかでも、もう余裕でブーンっていく感じ。いや、これはすごいわ。これはタンデムで、割とどこでも行けそうな感じ、うん、楽。ただひたすらに楽。シートがね、ふかふかで気持ちいい。ああ、そう。そうだね、シートはなんか柔らかすぎず硬すぎずって感じだから、
割とこうかいい椅子に座ってる感じだよね。そう、あの足のポジションも楽。ああそう確かに。で、あの常にあのドライバーのお尻挟める、うん、そこに足が来る。あと膝が F800 よりもそんなに曲げないからあの楽だよね、うん、楽なのと、あとこの水平対向エンジンのエンジンブロックが結構すねに当たって邪魔とかいう人いるんだけど、うんうん、ね、当たる気配すらないけどちゃんとステップに足乗せてれば触らない、うん、つま先で乗せてれば全然当たらないけど、当たるっていう人はかかととかでステップ乗っちゃうのかな、うん。でもこんな濡れてる路面でタンデムでねこうやって走っててもなんかこうなんだろうな、路面に対しての接地感がすごいっていうか、なんかもう滑る気配すらないっていうか、全然不安感がないぐらいどっしりとしてるっていうかね、この感じは何なんだろう、やっぱサスペンションっていうか足回りとタイヤなのかな、どうでもいいけど白いんだけど何にも見えないんだけどこれ。いや面白かったな。 GS はちょっとやっぱいいなって思うね。あ、そっか、まだ終わりじゃないんだ。ここだ、鬼門のここあるんだ。このあの試乗コースめっちゃ長くていい、いいよね。おい大丈夫かい。いいけどここ怖い。ここ怖いよね、結構気をつけないと前から来るからな。よし、後ろの車かなり体なくすぎてくださいね、あの加速した時が、うん、一体になってください。このほらドカーンっていう加速がやばいね、体持ってかれちゃう、持ってかれるよね、グーって後ろに。これはすごいわ、本気で走ったらめちゃくちゃ速いと思う。なんかこの車体の重さを全く感じさせないこのトルクだよね。これでそんなにギアをガチャガチャ変えなくてももうこんなところだったら3速で、ね、ずっと3速でアクセルひねれば下からドカってね来るからね、トルクで。これはね乗りやすいと思うよ、なんかちょっとあんまりギアもガチャガチャ変えなくていいっていうか。でもなんだろう、これが水平対向エンジンだとか言われるとよくわかんない普通のバイクと何が違うんだろうっていうぐらいの感じだよね。日頃からあの V4 に乗ってるとあれはあれでね、不等間隔のあの独特なねドロロンドロロンっていう振動があるから、なんかね直列の4気筒からしたら結構振動が多い方だから、よくねアクセルをひねるとなんかどっちかに傾くとか言うんだよね、このボクサーエンジン。でも全然そんな感じしないしな、全然。あー終わり、やっとというか終わりだね。いや GS やばい、これは面白い、これはちょっと欲しくなっちゃうよね、これは面白いわ。あのアフリカツインの試乗なんかよりも全然こっちの方が面白い。ただいま。いやこれは面白いですよ。どうかな。あーすげえ怖かった。ふうよいしょ。足つきはね全然いい、あのタンデムだからなのかわかんないけど。あーでもこれ力が有り余ってる感じがするよね。ね、いいですか。はい、 OK だよ。よいしょ、ここでオフになったのかな、ポチ。あ、ここでオフ、よいしょ。みんな意外に帰らない。そうだね。これも通行止め解除さ、どっから通行止めになってたんだろうね。うん、これ。あ、でも通行止めって書いてあるな。あ、撤収してる。うん。あ、でも。
もやっぱ V コだな。わあ、でも V コは曲がんないね。曲がんないっていうか曲げるっつってやんないと曲がってかないバイクだよ。すげえ曲がりづらいと思うもん。さっきのバイクはさ、ヒュッて倒せばそっちの方を曲がっていくけど、 V コはさ結構こうギュッとこうね曲げますよっつってやんないと、すげえ曲がんねえなこのバイク。終わった、終わった、終わった。まあね、10年以上前のバイクと最新型のバイクとじゃやっぱ違うよね。あ、でも乗り心地はね、TS が一番よく。ああ、そうね。結構みんな適当に止めちゃってんのかな。ここにバイク止められるわ。ここが競争だ。止めましょう、止めましょう。よいしょ、よいしょ、よいしょ。イエーイ。ラッキー。バイクラッキー。はい、お疲れ様。はい、小田原の魚市場にやってきました。なんかここの魚市場食堂っていうのが美味しいっていう風に聞いてきたんだけど、割と並んでます。ちょっとね、並んでみようかな。市場のマグロ丼です。1290円。味噌汁とおちんこ付き。釜の煮つけ定食。マグロの釜。すごいね、でっかいね。これで910円です。あ、素晴らしい。ちゃんとご飯少なめって言ったらご飯少なめにしてくれた。しらすおろし。しらすおろしついてる。すげえな、これ。どうやって食べるの？ほぐして。こういうの、もとっていうんだよね。あれ、本編にそんなのあったっけかね、あれ。さあ、丸、食べちゃダメだよ。食べないよ。はじめまして、僕の名前はラッキービースト。あわあわわわわわわ。我々は賢いので。さっきカメムシ食らったかもしれないって言ってたからね。匂いがパクチーの匂いがする。消えたの。カメムシは臭いよ。カメムシの匂いはパクチーに似てるよ。消えないよ。消えないよ。眠い。すっ。僕らはここに止めちゃうよ。よいしょ。はい、お疲れ様。